よ。また来ちゃった。加藤ね、1週間ぶりに来たんだけど、うん、全くもう桜がない。ねえ、こんなことあんの。風が強かったからかな。先週ちょうど1週間だもんな。しだれはあるね。あ、そうだね。すごいじゃん、そこのしだれ桜。でも普通の何桜はもうない。はなくなっちゃったね。すごいな。もう新緑が出てきてるもんね、ここら辺も、うんうん、先週はさ、月曜日で買えなかったから、うん、食べれなくて、うん、今日は火曜日かクロワッサン食べようと思って。美味しいんだよね。ここのめちゃくちゃ美味しいからね。本当に美味しいんだよ ね。びっくりしちゃう。でも予約してないから買えるかな、ちょっとわかんないね。でも平日買えなかったらいつ買えるんでしょうかっていう。まあね、ね、予約のみになっちゃうかな、うん、どうなんだろう。今日はなんでまずクロワッサンで朝食を食べて、うん、もう朝食っていう時間じゃないけど、で小腹を満たしてから、そうそう、で今日はね、駒ヶ根とか伊那とか周辺の、うん、あの桃、花、何なんだろう、桃なのか花桃ってよく分かんないんだけど、うん、桃が綺麗だっていうのと、うん、あと水仙が綺麗なとこがあるっていうから、うん、そこら辺をフラフラして、で美味しいものを食べて、うん、ちょっとのんびり春を満喫するっていう、まあ、最近そんなんばっかなんだけど、うん、まあなんせ春が気持ちいいからさ。そうだね。で今ねちょうど季節の変わり目だからさ、うん、アウトドアアクティビティができないでね。ダウンヒルとかスキーもないし、そうそうそう、まだダウンヒルも開いてないし、そうそうそう、スキーは終わっちゃったし、うん、でちょっと川入るには寒いし、うん、っていうことでちょっと春を満喫しようっていうことで。そうです、南アルプス村長谷ですだよね。村長谷だよね。そうそう、はい、着きましたよ。はい、おーおーおー、テーブルがあるからそこで食べれるよね。うん、さて今日は買えるんでしょうか。買えるかな。あれ閉まってるか。コーディア、あれ定休日、営業中になってるよ。定休日って出てるけどな。え、あれなんでだろう、火曜日定休か。はーい、なんかさ、月火だって休みが。なあ、週1だと勝手に思ってたら火曜日はさ、もともと休みだったっぽいかな。月曜日が追加されたんだな。追加されたんでしょ、きっと。あー、覚えとかないとね。ちょっと調べてこないとダメだね。勝手な思い込みできたら。今日はやってるだろう、週1しか休みじゃないなと思ったらダメだよね。ここを右、すごいとこ行くな、ね、えらい景色もいいじゃん。あ、前あれ駒ヶ根かな。すごいね。すごい、ね、まずはね、うん、高禅寺っていうところの水仙と、うん、あとそこしだれ桜が有名っぽいんだけど、うん、多分もうダメかな、うん、どうだろうね、うん、まあ行くだけ行ってみよう、うん、駒ヶ根インターの方に登っていくみたい、うん、そうだね。そしたらもうちょっとしたらスズラン通りみたいな、で高禅寺かな、あの上かな。で高禅寺、まだ桜いいね。桜も良さそうだね。良さそうだね。もう、いっぱいあるじゃん。おー、すごいよ、うん、すごい。これ左、これ左ね、うん、あ、みんな見に来てるじゃん。駐車場はどこなの。水仙の駐車場はまっすぐ。まっすぐ。ああ、すごいね。すごいじゃん。いっぱいある。露天拳の湯。へえ。お、すごいね。右も。へえ。駐車場右。すごいじゃん。高禅寺まだまだ。ねえ。綺麗じゃん。どこがいいんだろう。ここかな。ここ止めなさいって。はい。うわ、すごいね、綺麗だね。うん、綺麗綺麗。行ってみよう。もっと奥の方かな、じゃあ。すごいな。もうちょっと遅いかな、しだれも。しだれ、あ、そうかな。でもまだ綺麗だね。ね。よー、すごいね。行ってみようか。行ってみましょう。
もすごいな。行ってみましょうね。で無料で入れるんだね。ねえ、すごいね。何じゃん。うわあ、すごいね。綺麗。桜吹雪がすごいよ。すごいね。ああ。すごいじゃん。しだれ桜の。観光バスも、あ、光ゴケがあるんだね。へえ。ゴケの歩道。ここは入れないけど。いいね。すごいね。いやー、きれいきれい、まだすごいきれい。いやー、いいとこだね。すごいね。しかも無料で入るってさ。ね、店員はなんかお金かかるみたいだったけど。そうなん、うん、すごいじゃん。すごいね。結構雰囲気もすごい ね、 いいよね。京都に来たみたい。よいしょ。水がすごい綺麗だよ。水綺麗だね。だってそこに延命水って飲める水もあったしさ、うん、ね、雰囲気がいいね。すごい雰囲気がいいね。いいとこだね、すごい。いいとこだよ。桜も見れて。ん？桜も見れて。雰囲気もいいね。ねえ。ここ駐車場だけど、駐車場もすごいね。へえ、しだれが綺麗。では行くよ。よかったね。すごかった、すごかった。ね、次はね、ご飯だよ。もちろんお腹空いちゃったからクロワさん食べ忘れたから、うん、ごちそうシモンっていうところ、うん、あ、どうだろう、混んでたらダメかもしれないけど、まあ行ってみようか。とりあえず行ってみよう、うん、からね、3分 OK、 はい、
この辺かな。あとね、300m で右。右側なの。駒ヶ根インターのさ、もうすぐなんだよね。すぐ近くのところ。ちょっと入るんだよな。あ、ここに？ジモン、シモンって書いてある、ね。シモン？これか、看板。そこね。やってるかな。ここの左ぐらい。あ、やってた。おお。ここ？え？安いな、全部全定住食ね。で、刺身定食1750円とかさ、本日のお魚定食1300円からで、すごいよね。すごい。こっちのおまかせランチなんか1000円だからね、飲み物ついて。すごいよね。ドリンク付きだよ、ね、平日だけだから昼飲み。ああ。いましたよ、いただきます。すごいね、おいしそう。あ、すげえ。うまっ。おいしい。うん、うまい。うん、さあ、いいね。おなにアジフライ、これも美味しそう。本当だね、うん、美味しい。美味しいな、これ。どうぞ。すごいね。いただきます。うん、美味しい。これね、ウドだって。ウドだよ。うん、うん、美味しい。ここにもいるんだよね。そうそう、ここにもいるし、これもすごいよ。鶏肉、ここにもいる。鶏肉だったり、あとね、茶碗蒸しだよ。茶碗蒸しもあるし、あと串焼き、串焼き、揚げ、串揚げ、お刺身もついて。すごいよね。すごいでしょ。これも美味しそうだね。すごい。小鉢菜の花、美味しそうだね。美味しそうでしょ。これ食べてみようかな。なんかウドってさ、酢味噌が多い気がするけど、ね、お店とかでも違うんだよ。すごい。美味しいね、さっぱりして。いや、うまかったね。美味しかったね。めちゃくちゃ豪華だったじゃん。私の方なんかやっぱすごかった、ね、あれすごかったな。限定食だけあって、うん、お刺身がちょっと寂しかったけどな、うん、別で500円で頼んだの。あの俺の方の。そうでしょ、うんうん、いやだけどすごい美味しかった、お刺身も。うん、美味しかったね、うん、けどあっちの限定の方がいいな。すごかったもん。なんかいろんな、あれ30種類ぐらい入ってるんじゃない？お野菜がいっぱい食べれて、ねえ、いいね、春だから今春の味覚もあったり、そうそうそう、で桜散らしてたり、うん、あれも美味しかったけどな。俺の味も美味しかったね。ふわふわで、うんうん、すごいね、こんなふんだんに、こんな山の方でさ、海なし県でこんなん食べれたら、うん、言うことないぜ。言うことないね、うん、またこの前のさ、うん、稲荷寿司食べたところ、そば稲荷食べたところの道の駅やったじゃん、うんうん、そのすぐ裏ぐらいに、うん、田切りっていうのかな、の花桃っていう花桃の有名なところがあるっぽいからさ。あ、そうなんだ、うん、気づかなかったね、この前。まだだったのかな、なんか道の反対側は桜がすごかった。あ、桜すごかった。え、コメントももらったじゃん、あのそこの子、あの桜すごいですって。そうそうそう、うん、確かに桜はすごかったんだけど、うん、それしか気づかなかったね、うん、その反対側かな、ちょっと離れてるかな、うん、分かんないけど。 400m で左、あれだな、うん、なんだ今の桜はないね、もう。もう桜なくなった、ね、これ左なんだって、花桃は。こう、この前来た、そうそう、道の駅。混んでるね。混んでるね。こっちなの？こっちなの、うん、あ、この下じゃない？うわ、いっぱいあった。
あったよ、ほら。わ、すごいよ。あっち側から見るのかな、ね。ね。多分。すごいじゃん、ここ。すごいね。色が綺麗だよね、また桜と違って。ビビットだね。そうそうそう。桜はさ、なんかこう、冬から白からさ、うん、急にこんな過激な色になるとついていけないから、まず桜で、こうのんびりさせてもらって、その後花桃っていう。パステルからビビットになる。パステル、そうか。けどあれだよね、花桃なんてさ、普通あんま知らないよね。うん、ね。うん、おすごいね。綺麗。すごい。あ、すごい、何ここ。え、神社？鳥居がある。鳥居をくぐれるの？みたいだよ。え、すごいね。すごいね。すごいね、これ。これはさ、ほぼ白なのに赤がいるよ。ほんとだね。すごいじゃん。あっちはすごいね。あれそうじゃんね。白、ピンク、薄いピンク、濃いピンクが出てる。ね、へぇ、すごいね。そうなんだ。らしいよ、そういえば。初めて見るね。こんないろんな色が出るのね、一本の木から。色が変わってくのかな。変わってくの。じゃああっちの白、白がさ、どんどん変わピンクが白になっちゃったの。分かんない。絶対違うよ、ね。そうなの。綺麗でした。綺麗だったね、うん、すごい綺麗だった。いいね、こんな綺麗だとさ、うん、あの日本一の浜も花桃の里、うんうんうん、に行かないと。そうだね。竜神、広上温泉のところ。そうそうそう、めちゃくちゃ混むらしいね、車。あ、そうなんだ、やっぱり、うん、だからキャンピングカーで行って、うん、あれにしようかな、バイクか自転車乗っけてって行かないと無理かもしれない。うんうんうん、中沢の花、中沢か中沢の花桃、うん、うん、そこに行ってみよう。中沢近いでしょ、地区ってことかな、かな、うん、10分ぐらいだから、うん、7.5キロ。いいね、ここら辺は桜もすごくて、桜が終わったら次は花桃が、花桃で、それが終わったら新緑で、うん、すごいじゃん。いや、春この辺ぐるぐる回るの楽しいね。いいな、うん、てか春はどこ回っても楽しいね、うん、去年あんま回らなかったもんね、長野県を。あ、春は
山梨県が多かったかな。山梨行ったり、まあ、あの高遠は行ったけど、うん、そんな桜見にいろんなところとかしなかったから。そうだね、結構いいな。うん、こう左でこう右に降りていくらしい。そこら辺じゃないの。あれでしょう。あれかもしれないな。あ、お、あれかもな。あ、いやー、すごいね。すごいな。これすごいよね。山桃村。もう一回やってみよう。何？そんなんいいよ。もっとこんな。すごいでしょ？おー、きれいきれい。いいね。上からも眺められるよ。ね。すごいや。いやー、すごいすごい。味のある橋だね。面白そうな、川遊びできそうな川に水は綺麗。すごい綺麗だった。南アルプスの水か、うん、反対側、山梨側だもんね普通。そうだね、うん、いやー綺麗だったぜ。綺麗だったね。よし、クレープ食べに行く。クレープ食べに行く。クレープ食べに行こう。なんか見てたらさ、うん、1周年記念だか2周年記念だか忘れたんだけど、うん、今ならアイスクリーム無料でのっけてくれるらしいから。すごいじゃんそれ。すごいでしょ。行こう行こう。ちょっと暑いしいいでしょ、うんうん、最高じゃんそれ。クレープ食べたくなるもんな、しょっちゅう。たまにね。しょっちゅうなるんだよな。家旦那美味しくできないしな。あ、そうそう、うまくできないし、ホイップクリームとかなんか大変だし、うん、もうそろそろ着くっぽいな。ここ？なんか駅前だ。これ何の駅だ？これ。これ何駅だ？あ、駒ヶ根駅だって。へえ。駒ヶ根駅の目の前になんか生鮮食品館とか。あ、商店街だね。商店街で、でもこの左入ってったところらしいんだけど。左？ここ？ここ。駐車場あった。時間無料。それ以降はボッチャウェルネス駒ヶ根までお越しください。駒ヶ根の駅前だもんね。結構駒ヶ根の駅前って栄えてんだね。なんかいろいろお店ある、ね、あるね、飲み屋さんとか、うん、あ、クレープ屋さんあった。これかな。運営する、行ってみよう。すごいね。アイスはブルーシール。ブルーシール、沖縄。嬉しい。重いもんな。すごい重い。うまそう。今ね、1周年記念のアイスはね、サービスなの。これ美味しそうだね。いただきます。おー、ピンク。美味しそう。これどうやって食べてるの？ねえ。破いていくんじゃない？破いたらいいと思って、うん、見て汚い、うん、美味しいね。ベリー、ようやくたどり着いた。すごい生クリームの量だな、うん、な、うん、うん、うまい、うまい、うまい。
So sweet, yeah, I need it.